さあ始めていきましょう。スズランの剣ということで、今回は希望の書籍の効率的な集め方まとめてご紹介していこうと思います。イエーイ。はい、このねやり方ね、知っている知ってないでね、かなりね石の所持数に差がついてくるかなと思います。ほとんどがですね無課金で取れるやり方でございますのでね、ぜひ最後までご視聴いただけますと嬉しいです。最後にで、ね、一応ねショップの方でね課金者向けのね石の、おすすめのとこもご紹介していこうと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、というわけでね、まずねこの希望の書籍なんですが、主にね2つ使い道がございます。1つがガチャ、2つ目がスタミナ回復ですね。まあ、ほとんどガチャで使うと思っていただいてよろしいのかなと思います。ガチャ1回150の石でね引くことができますよと。であともう1個こちらで、ね、スタミナ回復ですね。この存在の力というアイテムを使ってね回復することができるんですが、これなかなかね溜まりにくいんですよね。はい、そういった方はねこちら希望の書籍ですね、砕くこと、石を砕くことによって1日4回までね回復することができます。でこの使う石の量もね、一定ではございません。1回目が60、2回目が120、3回目が200、4回目が320ということでね、1日4回マックスね石を消費すると700使って480のスタミナを回復することができますよと。まあ、700まで砕くのはちょっとね無課金ではきついかなとは思います。ただね私もそうなんですがね、石をね、2回までですね1日2回砕くことは、結構やっております。まあ、1回で60、2回目が120なんでね1日180、まあ、ガチャ1回分ちょいぐらいはね砕いて序盤は特に進めているところでございます。まあ、基本的には希望の書籍はね、ガチャを引くために使うものという認識でよろしいのかなと思います。というわけで、ね、ここからはね、毎日貯まるところと、あとはね、1回限りのところについて分けてご紹介していきたいと思います。まずですね、毎日石が貯まる方法が主に2つあります。1つがこちら、デイリークエストですね。デイリークエスト、活躍度を100にすることによって、1日1回60石がもらえます。ガチャ1回150で引けますのでね、3日デイリークエストをしっかりこなしたら、1回分のガチャが引けるといったところでございます。あとね、パソコン版の方はね、こちら押していただいて、栄光戦いですね。これ2章の5で解放されております。メインストーリーの2章の5をクリアするとね、解放される要素となってるんですが、これをね、1日1回ね、やることによって、はい、5もらえますね。まあ、5は結構バカになんないですかね。30日で150なので、まあ、1ヶ月に1回分のね、ガチャは引けるといったところでしょうか。でこの活躍の報酬というところもね、一応、はい、毎日要素ではありませんが、30と、60と140のところでね、それぞれ石が50ずつ、合計150もらえますのでね、合わせて、ここまで進んでみてはいかがでしょうか。はい、これで栄光戦いはね、1日5回できるところでございますのでね、まあ、忘れないうちに、やってみてはよろしいのかなと思います。はい、というわけでね、まずね、毎日貯まるところに関しましては、デイリークエストと栄光戦いですね。デイリークエストが60、栄光戦いが1回5でございます。だから1回でね5をもらえる限りでございますが、合計65はね毎日貯めることができます。他にもね毎日貯めるところありましたら、ぜひねコメント欄で補足いただけましたら幸いでございます。まあ、私がいろいろ調べている限りではね、この2つなのかなと思います。続きましてね、こちらは1回限りの要素でございますが、ここで意識してるしてないでね、かなり石の所持数に差が出てくるかなと思います。主にね、4つの項目がありますね。1つ目がメインストーリーとなっております。はい、もうね、進めてるかいらっしゃる方がね、ほとんどかなと思いますが、初回でクリア報酬で40石がもらえます。で、加えてこのね、数種類にね、星が書いてある面に関しては、この、普通のモードをね、星3にすることによって、ハードボードが解放されてまいります。ハードボードの初回達成報酬で、追加でね、石が80もらえるといったところになっております。で、このゲームのいいところはね、1回で、ね、星1だろうが2だろうがね、クリアしてしまえば、あとはね、スタミナの消費がなく遊べるところ、そして、ハードモードもスタミナのね、消費なく、遊べるところでございますので、ここで、石取れるポイントとしてね、結構見落としがちな方は多いんじゃないでしょうか。はい、ここもね、意識してやると、石がね、どんどん溜まってくるところなのかなと思います。私はね、あったらあっただけ使っちゃうタイプなんでね、ちょっと温存しております、ここ。
はい、というわけでまずメインストーリーですね。初回達成報酬とね、ステージによっては、ハードモードのね、ところの報酬というところをご紹介させていただきました。あとの3つに関してはこちらね、イベントの項目になってまいります。はい、簡単なところから言いますとね、こちらアカウント関連ですね、アカウントを連携することによって石がね100、これ1回限りでございますがもらえますと。まあ、これやらない手はないかなと思います。で、3つ目はこちら制服の塔ですね。はい、これね毎週リセットの要素でございますが、はい、制服の塔をねどんどん登っていくことによって、これね階層の1回2回3回5回で50、60、50、60と石がもらえますよと。で、こうやってねこのね、それぞれの階層初回クリアで400とかね石がもらえるところでございます。これかなり大きい要素ですよね。まあ、ただですね、この、制服の塔ですが、気合い入れてね登りすぎると後々の周からどんどんきつくなってくるといった要素があります。まあ、例えば私ね、リリース当初の週、3回まで登ったところでございまして、今週からねやってるのはね2回からなってますね。その週で登った階の1個下の階層からね始まるところになっておりますが、あまりにもね登りすぎるとね、なんか敵のレベルが強くなりすぎて、なかなか先に進めなくなるといった、ところがねいろんなサイトで散見されております。なので、ね、そこはね、対策としては基本的にこの戦闘はオートでねプレイをしてしまって、オートで登れる範囲でやっていくのがいいというのがねいろんなところに書いてありましたのでね、ぜひご参考いただけましたら幸いです。私も結構ね気をつけながら登っているところになっております。ただ結構報酬がいいんでね、はい、そのあたりはね、いろいろ、まあ、相談しながらやってみてください。自分のお財布事情とですね。で、3つ目がですね、こちら、ごめんなさい、4つ目か、アカウント管理制服の塔。最後、イベントこちらですね、あけぼのということで、なんか、あけぼの光と書いてね、公式生放送の方では、あけぼのと呼んでおりました。はい、このミッションの報酬で、石が100から150ぐらい大体もらえるところになっております。このあけぼの何かなと言いますと、こちら、運命の螺旋ですね。はい、メインストーリーとは別のストーリーといった認識でよろしいかなと思いますが、これをどんどんね進めていくことによって、先ほどのね秋元のミッション報酬がもらえますと。はい、これ私ねもうハマるのが目に見えてるんでね、今ちょっと控えてるんですけど、もうここが面白すぎて抜け出せないという方をね結構何人も見てきております。なのでね、遊びながらですね、こちらミッション報酬を手に入れていってですね、石を手に入れて、まあ、特に序盤であればね、スタミナが枯渇してね、なんか遊べなくなっちゃったよって方はね、運命の螺旋の方を遊んでいただいて、石をねちょっと砕いてスタミナの方を回復するなんてムーブもねありなんじゃないかなと個人的には思っております。はい、というわけでね、まとめさせていただきます。まずね、デイリークエストと、こちらデイリークエストの活躍度100で60、栄光の戦いね2章の5で解放されるところでございますが、メインストーリー2章の5をクリアするとね、この栄光の戦い出てきますね。はい、1日1回ね、5をもらえます。なので65はね必ずもらえるところになっておりますと。で、1回限りの要素としましてはね、メインストーリーと、あとはこのイベントのアカウント関連制服の塔あけぼのというね要素をご紹介させていただきました。あ、ごめんなさい、あともう一個ありましたね、障害アルバムですね。はい、これね初心者ミッションみたいなイメージでいいかなと思いますが、これの段階4ですね。はい、これをクリアすることで、1500、10連分もらうことができます。まあ、これで、ね、障害アルバムに関してはね、序盤の攻略特にね意識して進めた方がいいところかなと思います。このなんかね、5人以上のキャラクターをレベル10にすると報酬がもらえますよとか、いろいろあるところですね。まあ、旅人の経験値にも関わってきますのでね、ここは意識してね、取り組んでいけばよろしいのかなと思います。あとね、この障害アルバムね、いろいろなミッションがあるんですが、はい、資源と育成と衝撃というね、3つの、ミッションがあるんですが、基本的にはこの衝撃と育成のミッションだけをこなしていれば、資源の方はね、自動クリアとなります。てか、育成のミッションを全て終えると、資源の方が自動でクリアというね、仕様でございますので、ぜひね、この障害アルバムはね、緑のところと紫のところのミッションだけをクリアしようというね、認識で取り組んでいただきましたら、かなり早く段階突破できるんじゃないでしょうか。というわけでね、段階4のところのね、1500、石をご紹介させていただきました。最後にね、課金者向けの、ところでございますが、ショップの、こちら、まずはパックですね。はい。パックの、めっちゃ喋んないね、こう。
はい、毎月限定のこちらね、希望の祝福でございます。月間パスですね。これ購入後すぐにね300獲得できて、30日間毎日ログイン時に80もらえますと。これがね見てる中でね一番お得かなと思いますね。なので課金される方ね750円まずねこれがよろしいのかなと思います。あとはこちら毎週限定でこのひらめきパックというものがございます。これひらめきの力がねスキルの解放にね追加スキルの解放に必要なところなんですが、なかなか集めにくいんでね、これの購入とともにねこの希望の石ですね、小石を400集められるといったところがおすすめとなっております。で最後にこちらねチャージですね。チャージの、初回チャージ特典としまして、買った額の、倍ですね石がもらえると。はい、初回購入で6400プラス6400ね80石がもらえますので、ここでねあのチャージするのがおすすめかなと思います。なので課金要素としましてはね、こちら毎月の、希望の祝福、毎週のひらめきパック、あとはチャージ要素の初回チャージ報酬となっております。あとで課金される方はね、このね、定められた出会いというところ、まあ、2位のレジェンドキャラクターがもらえるなんてところがありますのでね、はい、使ってみてはいかがでしょうか。私は買っておりません。このゲームで、ね、基本的にね、無課金で遊べるところでございますので、はい、無課金でも石が貯まる方法というところを今回中心にご紹介させていただきました。何かね、抜けがありましたら、ぜひね、コメント欄で補足いただけますと嬉しいところでございます。というわけでね、今回ここまでにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録いただけますと嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。